ほげ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 となるわけです。あの高さが一番おすすめな方法なんですけども、これですよ。あ、やべやべ、寝ちゃった、危ない危ない危ないみたいなことをね、経験したことがあるんですよね。こんにちは、高瀬です。今日はですね、禁煙のすすめをしてみたいと思います。お前何いきなり話し始めてのって感じですよね。私ですね、タバコをすごい長い期間ね吸ってたんですよ。数学の問題解くときは左手にタバコを持ち、もう分かんなかったらとにかく吸う、分かっても吸う。だからもうね、ほんと1日に2箱3箱ぐらい吸うぐらいね、こう見てもヘビースモーカーだったんですよね。でそんな高瀬がね、こんな風にしてタバコをやめたぞっていうこととね、やめるとこんないいことがあるんだよって話をね、皆さんにお伝えしていこうかと思います。もちろんね、タバコなんか初めから吸わなきゃいいんですけど、もしちょっと吸っちゃってる人とかタバコに興味があるよって人にね、うまく刺さればなと思っております。まず、私がね、タバコをやめるためにはどういうことをしたらいいのかってことをね、勉強したんですよ。本とかを買ってね、結構読んだんですよね。まずそのタバコを吸いたくなるメカニズム、これ諸説ありですからね、なんですけども、まず人間はこう1本目のタバコを吸うとき、当然すごい煙なんで、誰しもがこうほげほげほげほとウエーとなるわけです。その時ですね、体内にニコチンが入ってるんですよ。このニコチンというものはどうやらね、体内から消え去るまでにだいたい1週間くらいかかるらしいんです。これ重要ですよ、テスト出ますよ。体内に入ったニコチンは1週間抜けないそうなんです。そのニコチンが体内にある状況で、仮に2本目のタバコを吸ってニコチンが体に入ってしまった場合には、ちょっとやっぱニコチンというのは依存性がありますから、ちょっと気持ちよく感じるんですよね。1本目の時と比べると気持ちよくなってくるんですよね。人間のミスってのはバカですからね。タバコを吸ったことによってちょっと落ち着いた、これはタバコのおかげなんだっていうふうに脳がね、騙されるんですって。っていうことで3本目4本目のタバコと伸びていき、タバコがやめられなくなるというね、そういうメカニズムでタバコは、やめられなくなってくそうなんです。でこれをですね、逆手に取りますと、体内にニコチンがまず入ります。1週間経つとそのニコチンは体内からなくなるわけですよ。でその間にもう一本入れてしまうのが良くないですので、まずタバコをもし吸ってしまった人に向けて必ず守ってほしいことは、1本目のタバコを吸ってから1週間は必ずタバコに近づかないこと、1週間はタバコを吸わない暮らしをしてください。やっぱり今ね、タバコをやめてもう12、3年経ってますけど、万が一にもね、体内に入ってしまった場合は2本目ちょっとやっぱ吸いたいなーっていう気に、ね、なっちゃうんですよね。本格的にタバコ吸い始めた時のタバコ吸いたいなーに比べたら、もう1億分の1ぐらいのタバコ吸いたいなーなので、そんなの我慢できちゃうんですよ。それで我慢してしまえば2本目のタバコ吸わなくなるから、タバコは吸わないで生きていきます。ってことで、今の教訓をちょっと学んでおいてください。私タバコをやめるときにやったことを、まず1、でれん、新しい家に引っ越したタイミングで禁煙を始めるです。これやっぱりね、でかかったですね。昔からずっと住んでる家だと、ここに行ったらこの後タバコ吸うというルーチンワーク決まっちゃってるんですけど、新しい家だとそのルーチンワークがないんで、さっとやめれるんですよね。それ一番でかかったことの一つかなって感じです。当時ですね、僕がタバコをやめる始める時にはですね、ニコレットっていうのがちょうどね、流行り始めたところなんですよね。初めはね、タバコを吸わないやめたって言ってニコレットをね、食べてたんですよね。中にニコチンが入ってて、ゆっくり噛むことで体内にちょっとずつニコチン入れるなんですけど、タバコを吸う人間にとっては、その体内にニコチンが入るから我慢できるではなくて、やっぱりそのタバコを吸うっていう習慣がやっぱね、なかなかやめられないんですよね。そこで高瀬が一番おすすめな方法なんですけども、リエンパイプ、これですよ。リエンパイプ、パイプがね、全部で30本あるんです。一番初めのパイプは、一番初めのニコチンのものから、3% だけ体内に入らなくなります。つまり 97% ですよね。 97% が体内に入ります。2日目はさらにそこから 3% ダウンしまして、体内には 96% のものが入ることになってますと。計算おかしいかな。 94% のものが体内に入ることになってますと、要するにですね、1日 3% ずつ体内に入るニコチンとタールの量を少なくするために、毎日毎日パイプを変えるんですよ。でそうすると毎日毎日 3% ずつぐらいなんで、脳みそが騙されますよね。でそうすると最後の、1日目のものになると全部の 5% しか、体内に入らないという、すごい少ない量になるわけですよね。
ということで30日間少しずつ少しずつ脳みそを騙してニコチン体の量を減らしていき、でいよいよ最後、ね、30日目のものを吸い終わった時にタバコを吸わないようにすると。でこうするとですね、やはりニコチンとタールの量がどん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 少なくなってきますから、あの最終日がね結構スッとやめれるんですよね。で、まあ、私の場合はニコレットを試してうまくいかなかった、でまた吸っちゃった、どうしようってところだったので、最後の10日間だけやったんですよ。最後の10日間だけやって、一番最後の日の 5% しか入らないよってものを、3日ぐらい吸いましたかね。このタイミングでしょうっていうタイミングのところでそのパイプも捨てて、タバコを吸わなくしたと。タバコを吸いながら禁煙できるっていうのがやっぱ一番高かったんですよね。そこでねタバコがやめられましたね。はい、ということで、まあ、高瀬一番おすすめの方法はその離煙パイプというものをね使う方法です。タバコやめるとね水が美味しいんですよね。え、水ってこんな味してたんだって感じになってきます。あとはね格段にご飯が美味しくなります。血行が良くなりましたね。まあ血行が良くなったんで、あのマッサージに行かなくなりましたね。タバコ吸ってる時はしょっちゅうもマッサージ、週に1回2回マッサージって言ってましたけども、もう全然行かなくなりましたね。でその代わり、まあいいことばかりじゃなくてやっぱりねちょっとマイナスなこともあったんですけど、タバコをやめて一番困ったのはですね、気を失ってしまうっていうことだったんですよね。あの離脱症状ですかねの一つに、こうそういう気絶するっていうのがあるらしいんですけど、あのタバコをやめた当日とかは車運転してて、運転してるままねすって一瞬落ちるんですよ。すって、あやべやべ寝ちゃった寝ちゃった危ない危ない危ないみたいなことをね、経験したことがあるんですよね。あと実際に数学の問題をこう解くじゃないですか。数学の問題解こうと思ってこうやるじゃないですか。でこうやった瞬間にこのままねほーって寝ちゃうんですよ。ほんとね問題を考えて5秒で寝る。でタバコ吸わなくなると疲れるんだなとかね、なんかそんなこと思ってたんですけど、全然そんなことなくて、ただ単に気を失っていただけなんですよね。だからまあ、 そもそもタバコを吸わなければね、そんな経験をすることもないですから、吸わないに越したことはないんですけど、もしちょっとこの後ね大学に入って先輩がタバコ吸ってるから吸ってみようとか、なんかタバコにまつわることでね興味が出てきた時に、ちょっと今日僕が話した話を思い出してですね、本当に百害あって一利なしですよ。ですんでぜひぜひタバコは手を出さないまま終わらせたらいいし、ね、もし今タバコ吸っちゃっててこの動画見てくれてるってことはあれだろ、禁煙したいんだろ。本当はタバコでやめられない人ってのはね、所詮タバコの手のひらで転がされてるだけなんですよ。タバコというものから逃げられない弱い人間なんですよね。実際にちゃんと時間を使ってタバコをやめることができたら、今までタバコを吸っていた時間すべて自分の仕事の時間に回せるんですよ。本当ね、無駄な時間使ってたな、この時間仕事してたらよかったんじゃないかななんて思うようになりますからね。勝手ながらね、今日またウォーキング中なんですけども、高瀬なんか皆さんに伝えられることないかなと思ったら、タバコ、ね、タバコはやめた方がいい、これをね伝えられるなと思ったんでお話をしてみました。じゃあまたね、なんか次の動画でいろんな話ができればなと思いますので、タバコに関しては吸うなよ、そして早くやめなよっていうことでした。じゃあ終わりましょう。またね、バイバイ。